はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、鬼滅の刃モッドに、またアップデートというか、新鬼が、なんと登場しました。で、先に言っておかないといけないのが、今回、その鬼滅の刃モッドの、データというか、本来は最新バージョン、実況してはいけないよっていうことなんですけど、特別に、制作者様から許可を得まして、先行という形で、要はまだ、新バージョンでもない、先行公開という形で、次のアップデの、いただいておりますので、そこだけちょっと ご了承くださいというか、はい、話していただきます。そして、制作者様の、チャンネルなんですけど、概要欄に貼っておきますので、もうぜひぜひ見てみてください。あのね、本当に詳しく鬼滅の刃モッドの、あの、僕よりもっと詳しい説明されてるので、なのでぜひね、あと、あの、鬼滅の刃モッドダウンロードしたいっていう方もね、ぜひ、そのオルカさんという方なんですけど、その方のチャンネル行ってみてくださいませ。はい、ということで、で、今回なんですが、はい、なんと来ましたよ、皆さん。ついに、こうやってみようか。ですね、いろいろ、ちっちゃい修正というか、が入ったのと、あと、こちらですね、これは、前のバージョンからも来てたのかな。かなおちゃんの一応、日輪刀が追加されたと。でも、まだ呼吸自体はないです。ただ普通に、まあ、かなおちゃんの日輪刀が出現しましたよっていう形、これから多分、どんどんついて、出てくるんじゃないのかなと思うので、まあ、楽しみにしつつですね。あと、ルイくんの血鬼術が、ちょっと、新しく種類が増えたっていうことなんで、これも、後で、最後に、ちょっとお見せしたいなと思います。でですよ、こっからなんですけど、あ、ちょっと待って、あとね、ちょっと制作者様がやっぱりね、サイコロステーキ先輩の良さをどんどん引き出してほしいみたいな感じだったから、わかんないわかんない、あの、言われてないけど、ちょっとやっぱりこれはお見せすべきか。この鬼滅の刃モッドにですね、車というものがあるんですよ。で、これなんですけど、サイコロステーキ先輩がなんとね、この車に乗るようになった。ちょっと待って、これでちょっと戦わせてみようよ。鬼でいいか。ちょっと待ってね、鬼を出してますか。そう、この車まだクリエイティブでしか出ないんですけど、サイコロステーキ先輩が車に乗れるようになったという、まか不思議なアップデートですね。はい。面白いわ、やっぱり。ちょ、国志望とかどうなんの？国志望で？戦える。どうなるの？これどう、あー！サイコロステーキ先輩！さすがに、まあ、無敵っていう感じではないですね。はい。でですよ。今回、ごめんなさいね。まあ、ちょっと、その説明だけさせていただいたんですが、一番大きなアップデートなんですが、二つあります。はい。で、一つこちら。はい。改学。まあ、多分、ルイ君の血鬼術の追加も大きなアップデートなんですけど、この上限の6の改学。そして、まだあるんですよ。多分、ここかな？はい。ダキだよね、ダキ。も追加されました。で、これ、ダキすごい能力なんですよ。あのね、一回ちょっと僕試しに使ってみたんですよ。あ、ダキあると思って。使ってみたところ、え？ってなったので、ぜひちょっと、今日ちょっと改学紹介して、明日ちょっとダキ紹介したいと思いますので、明日の多分朝かな。はい、朝多分、まあ、投稿されると思いますので、よければちょっと見てくださるとありがたいかなと思います。びっくりしますよ。え？みたいな。で、今回まあ、先ほど今言ったように、この改学を出してみるんですけど、改学とやっぱり、善逸と戦わしたいということで、で、善逸今すごい強い状態なんですよ。今ここまで行ってるのでね。だから、この最強の善逸 VS 改革でついに戦わせれるということで、ちょっと今からやって、ちょっと国志望様、ちょっといいかな。よし、それじゃあ行きましょうか。まず、そうですね、改革、まず善逸出して、そっから改革出します。さあ、どんな技なのか、完全に見ておりません。この改革に関しては。ダキは見たんだよね。ダキ見たんだけど、改革は見てないようにしてます。行きます！それでは、3、2、1、善逸！さあさあどうなる、最強の善逸 VS か、うおお、やっぱりこの技出るよね。どうだ、うわ、めっちゃ、うおー、すごい、かっこいい。でもやっぱり技、この一括地の神をうつつつつ改革が、あ、でも止まってる止まってる、どうなる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 、おお、勝った、善逸が勝った。
でもこれかなりダメージ受けてるんじゃない？どうなんだろう、善逸がやっぱり強いのか。もう一回やってみる。ほい、どうなる。これで、でもやっぱりまあ言うて上限、あーやっぱりいい勝負だったんだ。なるほどね、これ改革ですね。わあ、そっか、これで使うと普通に善逸なんだけど、血を飲むとあれだよね。ちょっと待ってね、これすぐ襲ってくるかな。違う違う、仲間仲間ね、仲間仲間よ、仲間仲間、僕たち仲間。あーやばい、あぶね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 、待て、ふっ、え、当たって、いや当たって、ちょ、やばいやばい、痛い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 、ごめんなさい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 、すみません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 でした、まずい、強い、もっと、あぶね、あぶね、やばい、全然減らない全然減らない、びっくりするから減らない、やばい、すいませんでした、ごめんなさい、すいませんでした、すいません、ごめんなさい。あ、いない、助かる、ビヤー、ごめんなさい、ちょっと待って、いけー、あっ、ちょっとね、鬼殺隊が強すぎる可能性があるので、イグロさんと改革でやらせてみよう。これとイグロさん、そして改革どうかな。多分これだったらさすがに改革が勝つんじゃないのかな。でも やっぱり言うて上限の6だからね。まあでもそれでも普通に強いんだけど、戦う分には。どうだどうだどうなる。あ、でもいい勝負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 だ。おお、イグロさんの勝ち。なるほど、あれだね、呼吸がやっぱりその牛太郎は多分火力も高いしって感じだけど、多分改革の場合は若干呼吸が3種類と、あとちょっと大ダメージ技がないのかな。なんかこれ使ってみて分かったんですけど、その前日はね、やっぱりその炎雷鎚の神とか霹靂一閃があるからあれなんだけど、やっぱりちょっとその一撃技っていうのがないのがあれなのかな。じゃあちょっと、やってみたら、無一郎くん、煉獄さん、忍さんで改革12345体ぐらいちょっと増やしてみる。これでどうだ、これでいい勝負。いやでもさすがに多ければ多いほど確か鬼殺隊が有利だったんだよな、これの場合。そうだ、あ、でも、あ、でも、あ、意外と意外と勝ってるぞ。ほらほら、勝った、あ、勝ってる勝ってる。あ、いや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 、ダメか、あー残ったのか。いやでもいい勝負してる。なんで車さんがダメージ受けてるんですか。あなた人なんですか。あなた命を宿ってる。あー、やっぱ改革もやっぱ侮れないね。うん、でもやっぱりまあ上限の6っていうだけあって、そんな赤座とかドーマとか黒死亡とか無惨様みたいな、その絶望的な強さではないかなっていう感じですね。はい、じゃあ最後に決起術使ってみましょうか。ルイ君の決起術が追加されたので、それでちょっと戦ってみたいなと思うんですけど、まあ柱になってるんでね、結構戦えるとは思うんだけど、あ、待って、ご飯をください。まあ、こんぐらいでいいか、こんぐらいにしよう。で、この状態でルイ君、この決起術ですね、どう、あ、これか、ちょっととりあえずやってみようか。これがいつもだもんね、これ。ちょっとなんて読むのかわかんないけど、ハガネイトって読むのかちょっとわかんないんですけど、と、これがいつも通り出てる技で、これだ。これもしかして、ちょっと待って、いくよ、はい、囲んじゃう、あ、そういうわけではないか、なんか、あ、いた、あや、ちょっと、お、これ、いや、ちょっとでも、使い方が難しいかも、はい、どうだ、どうだ、これで、捕まえることができるとかじゃないの、ルイ君、はい、どうだ、ん？捕まえて、ないな、捕まえれてるわけではない。お、これも来た、新しい技、ん、なんだ、回復した、な、どうしたほい、あー、でもこのダメージ与えることができると、なるほどなるほどなるほど、ちょっと待って、これもしかして合わせ技か、こうしてなわけないか、そういうわけじゃないか、なるほど、どこだ、うわー、びっくりした、無一郎くん相手にしたのは失敗だったかもしれない。もしかしたら無一郎くん相手にしたのは僕は失敗だったのかもしれない。痛い、いや、なんだこれは、痛いよー。
はい、ということで、今回はですね、新、まあ、先行公開という形で、改革が、出現して、あと、ダキですね。ダキに関しては明日、動画にしたいと思いますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。そして、もちろん、ダキ、そして、改革、さらに、ルイ君の決起術、そのあたりも、あとサイコロステーキ先輩が車に乗る、まあ、それは関係ないかもしれないけど、もう追加されたということは、サバイバルモードにも、これから影響していきますので、多分、明日以降のサバイバルモードからは、こちらのデータを使って、先行でいただいたデータを使ってやらせていただきますので、まあ、改革も出てきたり、さらに牛太郎ですね、牛太郎というかダキが出てきたりとか、すると思いますので、サバイバルモードも見てくださると嬉しいです。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、そしてベルマークよろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。